社員の紹介です。前回紹介した広報 PR 担当の橋本さんの休日に迫りたいと思います。今日はこちらで待ち合わせしてます。橋本さん、すいません、お邪魔します。お待ちしてました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は橋本さんの趣味をご紹介していただけるということで、はい、来ましたが、ここには舞台がありますね。そうなんです。ここですね、はい、私が社会人をやりながら舞台をやっているのにすごくお世話になっている劇場でして、普段からとっても懇意にしていただいているので、今日はご案内したいと思いまして、お連れしちゃいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとここの手元にあるものがすごい気になるんですけど、はい、これ見よがしにちょっと置いちゃって申し訳ないんですけれども、はい、これまで出演した舞台のフライヤーがちょこっとあるので持ってまいりました。私に紹介してくれるっていう感じです。このここにお名前が、はい、はい、実はここに載っております。メインキャストってことですよね。はい、まあ、2人しかいないのでどっちもメインみたいなもんなんですけれども、メインキャストと名乗らせていただければと思います。そうしてらっしゃるけどメインでございますよ。ちょっとその下も気になるんで、もう1個だけこの下も見せてもらえますか。はい、こちらもですね、はい、この劇場でお世話になった時のお芝居でして、はい、ここは3人芝居でこの真ん中に名前がございます。ちゃんと重要なキャストすごいですね。本当にこのお二人ともすごく共演者の方がいい方で、とっても楽しく芝居をさせていただきました。いや、すごい、いろいろ出てらっしゃって、だってお仕事しながらですもんね。はい、そうなんです。それとちょっとなんか脇に置いてあるのが気になる、ちょっと皆さんにもご紹介いただけますか。はい、実はですね、多少、はい、映像として DVD が残っているものもございまして、今日ちょっとご紹介したいと思ってちゃっかり持ってきちゃいました。一番お気に入りでご紹介してください。はい、こちらがですね、ちょうど本当にここの舞台でやったお芝居なんですけれども、はいはい、去年ここで公演する予定で進めてたんですが、はい、コロナの影響でお客様を入れての公演というのがちょっと中止になってしまって、この DVD と、はい、あと配信で公演をさせていただいたものになります。すごいですね。はい、せっかくですからタイトルもう一回、はい、ファンキーラボボリューム2でございます。しっかり番宣もしていただきました。ありがとうございます。出演しながら番宣も素晴らしい。大変恐縮でございます。まだ売っておりますので、ぜひご覧くださいませ。そうそう、ね、見たいと思ったんですよ。きっとこれ見てらっしゃる方は、ね、見たいと思ってると思うんで、検索して探してください。取り上げます。ちょっと宣伝しちゃいました。ありがとうございます。もう芝居を始めるきっかけなんかも教えていただけます。はい、ちょっと前の話なんですけれども、大学の時に2週間の夏休みの集中講座で、みんなで芝居を1本作って8単位もらえるっていう、とってもいい感じの授業がありまして、もうそこでみんなでこうご飯食べるのも忘れて、みんなで芝居を1本作るっていう、なんかその体験がすごく印象に残っていて、はい、それで今も続けているみたいな感じですかね。すごいですね。充実感を感じます。もう青春ですね。はい、もう私の青春はそこにございました。その後は普通に就職されたっておっしゃってましたっけ。はい、その後本当に普通の、芝居とは何の関係もない旅行会社に就職して、うん、で、まあ、こちらに転職をさせていただいてっていうふうに、はい、進めてたんですけれども、うん、30過ぎた時に、私はなんかこのまま死ぬのかなとか急に悩んでしまったことがありまして、で、そういえば大学の時にみんなでその芝居を作り上げてこう生きてるなって瞬間が、一番味わえた芝居のこう素晴らしさが忘れられなくて、もう一回始めてみようって思ったのが、こうなんか社会人になってから始めたきっかけですかね。すごい充実した感じをもう今伝わってきました。なんか恥ずかしいこと言ってますね。いい話です。自分にとって芝居ってどういうものなんですか。はい、これももしかしたら、まあ、他の役者さんは全然そんなことはないと思うんですけれども、私の場合は自分に自信が全然なくて、自分の人生ってこう点数つけたら本当になんか20点
か 10点とかなんかそんぐらいなんですけれども、あのお芝居で別の人格があって、でもあのセリフもあって求められているものがちゃんとあるっていう、その人をあのしっかり演じることができれば、演出家さんですとか脚本家さんが求めるその100点に近い人間でいられるんじゃないかっていう、なんかまあ そういう思いみたいなものもあって、あの芝居でこう人間、自分の人を支えてるみたいな感じです。なるほど、だからやめずにやみつきになってる感じなんですね。やみつきになっちゃいまして、でもお仕事しながら続けてるっていうのもすごいなって思うんですけど。 ありがとうございます。実はですね、あの今日ご案内しているここのワミズホールさんなんですけれども、オーナーさんとってもあの社会人が芝居をやるっていうことに対してあの親切な方で、あのこう仕事が終わってから稽古の時間を組んだりですとか、はい、あの仕事に支障がないようにちゃんと舞台に出れるようにっていう風にやってくださっているので、それであの続けていられてます。お母さんあったかいですね。実はですね、先ほどご覧いただいたこちらも、はい、あのオーナーさんの脚本も演出もされる方なので、い、はい、オーナーさんの脚本で演出をつけていただいた舞台になってま す。ここ特別に開けていただくのにオーナーさんが近くにいらっしゃるんです。急なんですけど、出ていただいちゃうかな。です、皆さんちょっとお願いします。よろしくお願いします。なんか橋本さん、こちらでよくお世話になっているって伺ったんですけれども、はいはい、普段の橋本さんの印象ですとか、はい、ちょっと一言だけいただけると嬉しいんですけれど。普段の橋本さんの印象、はいはい、もう本当にあの素敵なあの女優さんというか、はい、あの素敵な女性というか、はい、あの一言で言うと、まあ、そうですね、あのお花のような感じですね。蝶々、はい、が止まっているの見たことあります。絶対褒めてくれるんですよ。必ず絶対褒めてくれるところが、その古賀さんが役者の力を引き出す力でもあるなってすごい思って。いや、もう伺ってるだけでいい関係がこう築かれてるなって感じがします。世話になってます。ますますこちらの舞台にお世話になりたくなりますね。まあ、ぜひお願いします。あ、突然なのにありがとうございました。いえいえ、はい、ありがとうございます橋本さん。もう今日ね、ずっと話を伺ってて、ぜひその舞台に上がった感じを少しだけでも見せていただきたいと思うんですけど、実際あそこに舞台があるんで、ちょっとだけセリフを言っていただけませんか。絞ってるから言って。じゃあの、はい、ちょっとだけ、はい、あんまり期待しないで見ていただければと思います。もうちょっと楽しみです。よろしくお願いします。ネジがさ、ある時、小さなネジがさ、ほんの少し緩んでたんだよね。気がついて締め直したり取り替えてみたりもしたんだけど、うまく直せなくてさ。ここまでです。ありがとうございます。すごいですね、鳥肌立っちゃいました。だってついさっきまで笑って5秒前みたいな感じだったのに、ふっと入り込んだ瞬間がすごいです。いいもの見せていただきました。全て古賀さんに演出をつけていただいたものなので、いや、ありがとうございます。こんな目の前でありがとうございました。急にお願いしたのに。いや、早くお芝居できる日が来るといいですね。あ、本当にあの早く芝居したいなと思います。いや、今日はあのこちらに呼んでいただいてありがとうございました。この後はどうされるんですか。はい、あの古賀さんに次の舞台について相談してみようかなと思ってます。ちょっと楽しみにしてますよ。決まったら教えてくださいね。ありがとうございます。じゃあ私たちはこれで失礼いたします。はい、気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、いいねと思った方はいいねボタンを、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた。さようなら。